2023年10月26日に行われるドラフト会議で注目される選手が EN を押すのは田らいたてる選手です渡来選手は実は3年前のドラフト会議に応募しましたが指名されなかった過去を持っていますしかし彼はその後も努力を重ね今回のドラフト会議で1位指名候補に成長しましたここでは 彼の2020年のドラフト指名漏れの理由と彼を1位指名する可能性のある球団について紹介します2020年ドラフトで渡来高照が指名漏れになった3つの理由画像はドラフト1位候補は渡来高照2020年のドラフト会議で渡来高照選手が指名漏れになった理由は3つありますまず足が速くない高卒選手の指名には 前年の指名選手とのポジションの兼ね合いから慎重になったことが挙げられます。足が速くない。渡られたカテル選手が指名漏れになった一つ目の理由は、足の速さです。横浜高校時代のスカウト評価は、大半の人は、打撃は良くても、足が速くない、と言います。しかし、ENEOS に入ってからは、冬の間に走る量を増やし、 一塁までの到達タイムは最速3.93まで伸びました。プロ野球選手の一塁までの到達タイムの平均は4.09と言われていますので、相当な努力を重ねたことがわかりますね。高卒選手の指名に慎重になった。渡来高照選手が二つ目に指名漏れになった理由の一つは、各球団が高校卒業生の指名に注意を払っていたことです。毎年のドラフト会議では、 多くの高校生がプロ野球選手になりたいという志望届を提出し、将来のチームの中心となる選手を探し出すため、各球団は慎重に選手を選びます。しかし、指名された選手の中で実際に活躍できるのはほんの一握りです。大学や社会人からの指名であれば、仮に戦力外になっても、仮に戦力外になっても、 高校卒業生の場合はそうはいきません。彼らは野球に打ち込むために日々を過ごしており、他のことにはほとんど時間を割いていません。そのため、戦力外になると社会に出ても就職先に困ることが多いのです。実際、2023年のドラフト会議では、甲子園で活躍した高校球児たちはプロ野球ではなく、大学や社会人に進む傾向があります。 高校球児も、プロ野球の球団も、高卒指名は、一種の博打と言えます。前年の指名選手とのポジションの兼ね合い、渡来た勝てる選手が指名漏れになった三つ目の理由は、前年の指名選手とのポジションの兼ね合いです。ヤクルトは、前年に。高卒で、左打ちの内足の長岡秀樹選手と竹岡竜聖選手を指名しました。渡来選手も内足で左打ちということで、 2年連続で、同じタイプの選手を指名するメリットは、球団にはないですよね。そのため、渡来選手は指名されずに漏れてしまったのではないかと考えられます。2023年、渡来高照をドラフト指名する球団は、画像は、ここまで、2020年のドラフト指名漏れの理由について紹介しました。今年のドラフト会議では、一位指名候補として注目されています。 どの球団が1位指名するのでしょうか。現在の各球団の動きを見ると、横浜 DNA はドラフト1位指名候補に浮上し、中日は外れ1位候補となっています。出身が横浜ということで、地元のスター選手が誕生する可能性もありますね。まとめ。画像はまとめ。2020年のドラフト会議での渡来選手の指名漏れの理由について紹介しました。 悔しい結果となりましたが、ENEOS での努力の成果で、今回のドラフト会議では、1位指名候補に成長しました。どの球団に指名されるのか、楽しみですね。話題のアスリートの隠された物語を探る、スポーツアナザーストーリー。今回は、10月26日に開催されるプロ野球ドラフト会議と、ドラフト指名有力候補にまつわるエピソードを紹介する。 プロ野球ドラフト会議の開催が目前に迫ってきた昨年は異例の救球団事前公表で注目を集めたが今年は広島カープのみが23日時点で公表した青学大の常広羽根谷とという指名候補だ各球団がなかなか公表しきれない理由は高レベルの大学生投手がひしめき合う状況だからだろう今年のドラフトでは 都大クリーグの7人の投手に注目が集まり「東都上カミセブン」や「東都7人衆」「東都ドラ1セブン」といったさまざまな表現がメディアをにぎわせているそしてドラフト前には仮想ドラフト「モメディア」でにぎわっている野球太郎の読者は12球団のスカウト役を務め各球団が欲しい選手や 補強ポイントに基づいて指名するドラフトシミュレーションが行われました。競合があればくじ引きも行い、1巡目と2巡目の上位24人の指名結果が出ました。これはあくまでも仮想であり予想ですが、野球ファンにとっては、本番のドラフトを楽しむ上で参考になるものです。イベントでは、野球ライターの菊池隆弘氏が解説役を務め、選手の評価もいくつか紹介されました。 一巡目の指名予想では、トートリーグの七人の投手に注目が集まっています。また、U18 ワールドカップで活躍し、世界一の投上げ投手、となった前田優吾も注目されています。三球団強豪指名、竹内夏明に球団強豪指名、常広羽里、西立勇日、細野春樹、前田優吾単独一位指名、広瀬高田、 野手指名を狙いに来た1球団以外、11球団が、投手を指名と予想。結果的には、まず5人の投手が競合することとなった。ちなみに、単独指名予想が出た野手とは、東京六大学で19本塁打を記録したスラッガー、広瀬高田、左の高打者なら他にもいるが、右の大砲が補強ポイントとなると候補が少ない、と言える。 この状況に、11球団の重複は予想外でしたが、3球団ずつばらけるのはありえそう。その意味でとてもリアリティがある使命です。と語ったのは菊池解説員。このように、今回は、一人の選手に殺到するのではなく、分散型競合のドラフトになりそうな予感だ。一番人気となった竹内について、菊池氏は、竹内投手は、 細谷東手や常広投手に比べると見栄えがするわけじゃない。でも、バッターからするととても早く見える。話題のアスリートの隠された物語を探る、スポーツアナザーストーリー。今回は、10月26日に開催されるプロ野球ドラフト会議と、ドラフト指名有力候補にまつわるエピソードを紹介する。いよいよ、プロ野球ドラフト会議の開催が目前に迫ってきた昨年は、 異例の9球団事前公表で注目を集めたが今年は一転して23日時点で公表したのは青学大の常広ハミヤとという広島カープのみだ各球団は高レベルの大学生投手がひしめき合う状況のためなかなか公表しきれないようだ今年のドラフトでは東都大学リーグの7人の投手に注目が集まり東都神セブン いや、トート七人衆トートドラ1セブン、といったさまざまな表現がメディアをにぎわせているそしてドラフト前には同じようにメディアでにぎわいを見せるのが仮想ドラフト